戸塚文子は、日本の気候文作家、東京府日本橋浜城生まれ、父の仕事の関係で、5歳の頃から小学4年までを、横浜市神奈川区で過ごし、日本国外への憧れを抱いて育った後に、東京への転居を経て、兵庫県神戸市に移った。1934年に、日本女子大学英文化卒業後、女性として、初めて、 ジャパンツーリストビューローに入社した。東京駅案内所の案内係を経て、同社発行の雑誌、旅編集部に移り、世界各国の数々の旅行情報を読者へ紹介した。1948年に女性初の編集長となり、多くの企画の成功により、旅行ブームのきっかけとなった。1957年には松本清張のテント船を旅に掲載し、 推理小説ブームのきっかけを作った。この当時、独身で美貌のキャリアウーマンの元祖と注目された。1961年に退社して、フリーとなった。翌1962年、母を描いたドライママは、反響及びテレビドラマ化もされた。その後は年の3分の2を国内外へ旅行する、生活を送り、旅行随筆を執筆し、 戦後の女性の社会進出の草分け的存在となった。晩年には視力が悪いことや家事が苦手なことから、1982年に老人ホームに入居し、独身高齢女性の老人ホーム入居の流行の先駆けとなった。1983年に第1回日本旅行作家協会賞を受賞。翌1984年に君四等法官賞を受賞した。 1997年11月7日、老衰のため84歳で死去。生涯独身だった。母妃は東京都小平市の墓地にある。ありがとうございます。